関西エアポートによりますと、昨日午後7時以降、伊丹空港を離陸予定だった日本航空の羽田便1機と全日空の羽田便など3機が乗客を乗せて滑走路に入りましたが、空港運用時間の午後9時までに離陸することができず、引き返したということです。天候の影響で多くの便に遅れが発生したことなどが原因とみられ、およそ860人に影響が出ました。さらに伊丹空港に着陸予定だった7便が運用時間内に到着できず、関西空港に振り替えて着陸しました。